アードチャージャーのコンプレッサーとスロットルバルブに発生する圧力を解放するバルブである。コンプレッサーバイパスバルブやダイバーターバルブと呼ばれることもある。スロットルバルブが開いた状態、ブローオフバルブは閉じている。スロットルバルブを閉じると、ブローオフバルブが開き、余剰下給圧を解放する。ブローオフバルブは、スロットルが閉じられた際に、 コンプレッサとスロットルバルブ間の余剰圧力を解放することでスロットルレスポンスの悪化やコンプレッサーブレードの負荷の原因となるコンプレッサーサージングを防ぐ。予混合燃焼期間ではスロットルバルブでエンジンの出力を調節し特に自動車などの用途ではスロットルを急速に閉じる頻度が高い。ターボチャージャー付けのエンジンでは 急速にスロットルを閉じてもターボチャージャーは完成によって高速回転を続けるためターボチャージャーで圧縮された空気がスロットルに遮られて行き場を失う圧縮された空気はコンプレッサーの回転を阻害する方向に圧力を与えてコンプレッサーブレードに大きな荷重がかかり回転速度が低下して再加速時にスロットルレスポンスの悪化を招く ブローオフバルブはターボチャージャーを搭載したガソリンエンジンに特有の欠点を改善する装置である。また、下級圧が設計された許容範囲を超えた場合に圧力を解放してエンジンやターボチャージャーを保護する機能も持つ。ターボチャージャーを通過した吸入空気には排気再循環による排ガス成分が含まれていて多くの国や地域では放棄により 排ガス成分を大気に解放しないよう定められているため一般に販売される車種ではブローオフバルブで解放された空気はコンプレッサーの手前の吸気管に貫流する配管を取っているこのことからリサーキュレーションバルブやサクションリターンシステムとも呼ばれる一方で社外パーツとして販売されているブローオフバルブには吸入空気を再循環させずに 大気開放するものもある。ブローオフバルブの基本構造はダイアフラムバルブであり、通常時はスプリングによってバルブが閉じられている。アクチュエーターチャンバーは電磁弁を介してインテークマニホールドに接続され、スロットルが閉じられると電磁弁が開いてインテークマニホールドの負圧が作用してバルブを開く。また、下級圧がある一定以上になると、 スプリングがバルブを閉じる荷重を上回り、バルブが開かれる。電磁弁の開閉は駅によって制御され、バルブを閉じるスプリングレートは、エンジンの許容最大下級圧に達すると、作動するように設定されている。ディーゼルエンジンを除きほとんどのガソリンエンジンのターボ車に標準装備されているが、稀に純正の状態ではついていない車種が存在する。 乗用車では純正の貫流式ブローオフバルブをサードパーティー製の大気開放型ブローオフバルブに換装する例があるがこの時ターボチャージャーの手前にエアフロメーターを装備している車種では空燃費の再調整が必要となる場合もあるエンジンコントロールユニットはエアフロメーターで検出された吸入空気の体積をもとに適切な空燃費となるように 燃料を噴射量を計算し、点火タイミングを制御するが、一部が、境外に放出されることで、実際にインテークマニホールドに送られる空気が、検出された、空気量より少なくなり、結果として、適正量よりも多く燃料が噴射される。ターボチャージャーを搭載した F1 やインディカー、チャンプカーでは、過剰な下級圧を解放する機能のみを持つ。 ポップオフバルブと呼ばれる機構が採用されていた。F1 の場合には1987年から導入され、同年の作動圧力は4.0バー、翌1988年には2.5バーとされて、ターボエンジンの下級圧を規制していた。しかし、国際自動車スポーツ連盟から供給された PO、POV は製造後差により作動する圧力のばらつきがあり、導入当初は、 最初から開きっぱなしなものもあったほか、まともなものでも、4バーまでもたず、3.6から3.7バーぐらいで、バルブが開く状態だった。あまりのひどさに、ホンダでは一時独自に POV を製造することを、検討したほどである。ただし当時の F1 においてまともに4バーの下級圧を、使えたのはホンダぐらいであったため、マクラーレンなどは、うちには、 問題は出ていないとして、ホンダの主張を否定するなど、POV の存在自体が、レースの駆け引きの一つとなった。シーズン途中より、フィーザ供給の POV が改良され、一応3.8から3.9バーぐらいまでは持つ、ようになったため、多少状況は改善されたが、それでも、完全に問題が解決することはなかった。F1 では1988年を最後に、 一旦、ターボエンジンが全面禁止されたため、POV は姿を消した。インディカーでは1982年の中途より、POV が採用された。1982年当時のインディカーは1970年代、中盤より採用が広まった、ターボエンジンの熟成が進んでおり、 F1 で禁止されて、以降も引き続き採用され続けた、ウィングカーのシャーシと、相まって、インディアナポリスの予選単独走行で、時速220マイル毎時を超える、速度域に到達していたが、同年5月の1982年のインディ500、予選にて、ゴードンスマイリー、続く9月のプロビミベールトニーベッテナウゼン2 0にて、ジムヒックマン。が、 相次いで事故死する悲劇を招いており、事態を重く見たユーサックは、速度抑制策の一環として、簡素な構造でエンジン出力を抑制できる POV の導入を決定、最高速度域は200マイル毎時に落ち着いた。この後インディカーは1987年までは、自然吸気エンジンのナスカールに、最高速度域で並ばれる状況が続いたが、 より安全性の高いカーボンモノコックシャーシの普及と共に再び最高速度は増加に転じていった。この時期のインディカーのドライバーはヘルメットにポップオフバルブチューブと呼ばれる管を取り付けていた。これは POV の作動音をドライバーが直接聞き取るための伝生感でもあった。オーバルトラックでの全開走行中、特にターンの中途で不意に POV が作動した場合、 出力特性が急激に変化して、マシンが挙動を乱す恐れがあるため、ドライバーは、POV の作動音を聞くことでその兆候を把握する必要があった。1996年、インディカーはカートと分裂し、2012年までは自然吸気エンジンが使用されたため、ポップオフバルブは1996年のインディ500を最後に使用されなくなった。 一方のチャンプカーでは1996年の分裂以降2008年に競技カテゴリーがなくなるまでターボエンジンと共に POV が引き続き採用された。ただ2001年のカートシーズンでは第7戦よりカート主催者が導入した新型 POV についてトヨタのみが事前に情報を入手していたことからホンダ フォードが反発しイベントの一部ボイコットに踏み切るなど、POV が混乱を招く要因となった。ホンダは2000年のカートシーズンにおいて、プレナムチャンバーの開発に失敗して、何度かプレナムが破裂するエンジンブローを起こしており、プレナムの改良を進める過程で、インテークの全長を3インチ伸ばすという解決策を編み出した。 この改良により POV の作動タイミングをずらす効果が生まれ、他のメーカーに比べて約75馬力の出力向上の恩恵を得ることになった。このある種の不正を行っている情報を入手した TRD チーフエンジニアのリー・ホワイトは POV に3、4インチのスペーサーを取り付ける改良策をカートに提示した。これは ホンダのアドバンテージを事実上無にするに等しい改良であり、ホンダはフォードコスワースを巻き込む形でカートに激しく抗議する。モカートの最低はトヨタ有利に進んだため、ホンダは翌2002年のカートシーズンを最後にインディカーへ転向する。2003年にはトヨタもインディカーへ転向し、カートは衰退の一途をたどった。ESPN.com の記者 ジョン・オレオビクズはターボゲートと呼ばれた一連の騒動にカート主催側が主体的な立場で最低を下せなかったことも要因となって F1 に匹敵するほどのエンジン費用の高騰とチャンプカーのシリーズとしての基盤の弱体化を招き、引いてはインディカーに対する最終的な敗北を喫することになったと結論付けており2012年にターボエンジンの再導入を決定した。 インディカーはこのカートの失敗を踏まえて、下級圧は統一され耐久で制御する構造とし、POV を再び採用することはなかったとしている。機械式下級機の場合は、リリーフバルブが搭載され、過剰な下級圧を解放する。純正でスーパーチャージャーを搭載する車種の多くは、スロットルバルブの後に、スーパーチャージャーが置かれ、リリーフバルブは、 スーパーチャージャーとエンジンの間の圧力を解放する。解放された空気は、スーパーチャージャーの手前に戻されるのが通常である。スーパースポーツなどの高性能オートバイには、高速走行時に走行風を効率的に取り込む、ラムエアインテークが用いられている。高速走行時に走行風圧を利用して、エアクリーナーボックスへ取り込む空気の抵抗を抑制するが、 スロットル操作の仕方によっては、エアクリーナーボックス内に不規則な吸気脈動を発生する場合がある。吸気脈動によって、エンジン出力の過渡特性において、不安定性を招きやすく、スムーズなドライバビリティを損なう要素となる場合がある。ため、車種によっては、エアクリーナーボックスにかかる、余剰圧力を解放するバルブが取り付けられることがある。ありがとうございます。